森下尊三人が拾ったもの一、二人の目が同時だった妙な話だが道端の芝生の裾に豚側の紙入れが落ちていたそれを全く同時に 二人のの目が見つけたのだもうすっかり秋になった9月半ばの夕方日比谷公園の裁判所寄りの細道を若い女と男がどちらも元気のない顔をして右と左から歩み寄った時その髪入れがちらと双方の伏せた目に止まったのだった無論天でに人の近づいたことは気が付いていたというのは 2人の目がその紙入れに落ちた時お互いの距離はわずか数メートルに過ぎなかったからだだが女も男も相手を見相手を考える余裕はなかっただから「おや?」と彼女が低い声で叫んだ時彼女の状態は確かに地上に向いて折り曲がっていたしかし ほとんど遠距離の目的物に向いて伸びた手は男の方が速かった女の目は髪入れをひっつかんだ男の顔をじっと見た男の目がハッとしたように髪入れから女の顔に映った気まずい変な一瞬だったが男の顔がすぐ陰酸な疲労と困憊の色へ帰ると女の方は たまらなく恥ずかしそうな様子を見せてきた「ごめんください」「つい僕の方が」男は取り打ちを脱いで丁寧に口をきくと手にした紙入れを女の前へ差し出した女の視線は一度男の手のひらに降りていったがすぐ相手の顔へ戻ってそれからまた足元へ落ちたそして 顔をゆがめるようにして首を振ったその間に男はじっと女の顔を眺めた何か心配事でもあるのか痛々いたいたしくやつれてはあるがなかなかに美しい女だ顔つきにも体のこなしにもみじんげびたところがないおそらく一とおりの教養を持った職業婦人だがと 男は心の中でつぶやいた。季節外れの真夏のなりそれも汚れが目につくほどの様相それにひどく顔色が悪い病気かしらそれとも男は靴のかかとの減り具合にまで目をつけながら「どうぞお取りなす」って見つけたのはあなたが先なんですから。 いいえいけませんわ拾ったのはあなたですもの女は自分のはしたなさを食いるように口をつぐんで下を向いただって困ったな拾ったのは僕だとしても見つけたあなたにこれを処置する権利が権利なんてありませんわ人のものなんですもの そりゃあそうに違いないですが男は返事に窮した様子でのぎまぎしながら歩道の前後を見回していたが辺りに誰も人影がないのを見るといくらか落ち着いた調子で髪入れの重みを手のひらで測るような格好を見せながら「じゃあとにかく2人で拾ったことにして中を改めてみようじゃないですか」と言った。 女はその申し出に一瞬同意のまなざしを向けたしかしいきなり気を変えたのか23歩後ずさりすると「あの私これで失礼しますわ」と言い捨ててそのまますたすたと歩き出した「ああ待ってください」男は慌てて後ろから声をかけた。 そんなことをなすっては僕困りますよ二人で拾ったんだから二人で始末をしようじゃありませんか調べてみたら落とし主がわかるかもしれませんわからなきゃ警察へ届けてもいいしどっちにしても1割になる仕事ですからでもお拾いになったのはあなたですものどうなりご自由になさるといいわそんなことを言うもんじゃありませんよ んとにかく2人で中身を数えてみましょう立ち会ってくださいうんそりゃ見ているくらいなら女が一歩男が一歩二人は再び顔を合わした報酬は折半としましょうねすると女がキッとなってまたも首を激しく振った。 弱ったなあそう強情はっちゃあ私強情じゃありませんわ唇がブルブルと震えて真っ青な顔が一段と青く見えた私理由のない金なんか頂きませんわあなたが勘定なさるなら見ていてあげますわですからお早くなすってもう時間がないんです私 お友達とご飯を一緒にいただく約束があるんですからどちらでですすかから。どちうん、銀座ですの銀座で晩飯を食うそれは本当かもしれないしあるいはその場きりの思いつきかもしれないがどっちにしてもそれだけの余裕があることを彼がうらやましく思ってじっと相手を見つめたことは事実だった さお早くしてください。女はせかすように言って足踏みした。じゃあ、調べましょう。あなた、手を出してください。そっくり開けてみましょう。あたしただ立ち会うだけと申したじゃありませんか。ご自分でお調べになるといいわ。めんどい。よしましょう。それに、こう思くちゃ博せんばかりかもしれん。 そう言ったと思うと男は手にした財布をいきなり元の芝生へ放り出したそして驚く相手を尻目にかけて何か独り言を言いながらさっさと向こうへ歩き出したいざとなると大概の女が男よりもはるかに実際的だことにこの女はその身なりからしても顔色からしても男よりもずっと多くの未練がその髪入れに残らなければならぬはずだった あなた、もし、彼女の声は慌てていた「見捨てる」というのももったいないかな失業1年の経験が自然に教えた図太さを見せて彼は緩い足取りで戻ってきたそれではですなとにかく報酬の半分を受け取るという約束をしてください。 僕は正直に言うんですがお腹が空いているんですそれは私だってですけれどまあいいですよご同様ひもじくっちゃやりきれませんからねではと男は再び髪入れを拾い上げて間近いベンチを指さしながらあそこで調べましょうよねっ なるだけたくさん入っていてくれるといいんだが2男が髪入れの口を開けて女のひざの上にぶちまけた時女がまずあえぐように叫んだあ百、百円札おお 男もごくりと唾を飲んだ,だいぶ入っていますねほれ五円札に一円札五十銭銀貨も大分あるぞあなた数えられますかわななく指先でしかしすこぶる器用に彼女はそれを計算した213円60銭水筒係ですかお仕事は 男はすかさずそう聞いた。うん、ええ、やっていたんですけれどクビになったんですお互いに首の飛んだ仲間ですね男は寂しく笑ったまあ同病は憐れみ合うことです女は何も言わず百円札を小さく畳んで他の札と一緒に紙入れへ収めると 本当に1割もらえるでしょうかと心もたなげにつぶやいたそりゃあ規定ですからね1割を半分に分けるといくらになりますかね10円と65銭ですわおいしいごちそうが腹いっぱい食えますね私そんなぜいたくは言いませんわ。 <laughs> たまにはぜいたくもいいですよ久しく栄養に見放されているんですからね男がそう言った時「おや?」と軽い叫びとともに女が髪入れの中に挟まれていた2行の名刺をつまみ出したどっちががしでょう。違いますわ名刺がこっちは本郷区西方町十番地2の4号。 真鍋もう一つはしりげゆき。どっちですかねどちらでもいいがとにかく男は頭痛でも抑えるように顔をしかめて指でこめかみを押しながら「どこか食堂へ行きましょうよ何か食わなくちゃどうにも体が動かないんです」。 失礼ですけれど女が聞いたお持ち合わせがありましてもんなしですよ私だってだからこれを前借りして男は紙入れから銀貨を23枚つかみ出して何かそこらで食いましょうよでも。 女の目が強く相手の言葉を否定しただって1割は僕たちのものですよいけませんわまだ落とし主もわからないうちにしかし報酬の前借りなら構わんじゃありませんか嫌です女は頑強に拒んだ謝礼の前取りなんて だけど警察へ届けたらいつまで待たされるか知れないし名刺のところ番地を探すにしてもだいぶん時間がかかりますよ男は落ち込んだ腹をさすりながら言ったとてもやりきれないあなたやせ我慢はよしてさいらっしゃい男は相手の膝から紙入れを取って自分のポケットへ入れた待ってください 女は立ち上がりながら苦しそうな小姉で「私誘惑に負けそうです頭がなんだかクラクラしてきましたでもよしましょう一度手をつけるとまた跡が欲しくなってキリがなくなるでしょう。恐ろしいことですわそうだなあじゃあ僕が手を引きましょう あなた一人で警察へ届けて気長に結果を待つんですなあらそんな意味で言ったんじゃありませんわ女はうろたえ気味で警察だってあなたも一緒に行っていただかなくちゃ僕は警察はまっらですどんなにうまく運んだって45日はかかりますよそれに第一お礼の前取りなんてことが通用しませんからね それならあなたの言い分を立てることにしてすきっ腹を抱えてどうもやりきれんなが仕方がないそこを辛抱して本郷へ行ってみるんですもし違ったら渋谷まで行く遠いけど仕方がないそうしましょうしかし乗り物賃ぐらいはここから出したっていいでしょう 男がポケットを軽くたたくと女が「是非ない」と言ったようにうなずいたしかし円卓は値切っても30銭電車なら14銭という点では女の主張が通ったでも留守だったら悲惨だなあ拾わなかったことを思えば辛抱できますわ女は歩きかけて石にでもつまずいたかふらふらとよろけた 歩けますか男が支えの腕を述べて心配そうに聞いたありがとう大丈夫ですのそれでも女は男の手にすがるようにしてしばらくの間静かに歩いた本当に育児がなくって女がかぼい声でつぶやいた無理はないですよ 生きている体が日干しにあっちゃうね僕だってついさっきめまいがしてしばらくベンチで休んできたんですもの公園を出て菅鴨行きの電車の乗り場に立った時「妙なご縁ね」女が辺りをはばかるような声で言った「お互いに名前も知らないで」女の微笑に、 男も微笑みを返しただが柳町で電車を降りて本郷台の坂を上る頃には双方の名前も住みも不幸せな境遇も互いに語り交わされていただがしかし不幸せとは言っても格別変わった種類のものではなく今日の大都会にはざらにある勤め先を解雇されて収入の道を断たれたというに過ぎなかった。 ただちょっと珍しいといえば彼らがこの広い東京に全然よるべを持たない2人だったという点である僕はもう飢え死にを待つだけだったんですそう言って男が太い息をつくとでもなかなか死なないものですわね女はかぼい声でそう言って重い足を引きずりながら 額ににじむ冷たた。いい汗を拭いた西片町の屋敷町はもう暗かった番地の入り組んでいるこの界隈は真鍋利平の門札の前に重い足の2人を立たせるまでにたっぷり半時間はかかった相当立派な門構えの住宅だったが不思議なことにはどこからも明かりが漏れていなかったそしていくらベルを押しても答えがなかった 誰もいないのかなあおかしいわね2人は首をひねって立ち止まっていたそうだ隣で聞いてみよう石の門のすぐ脇のこじんまりした裕福そうなうちの表札には宮崎発とあったちょっと伺いますが50前後の女主人が顔を出した。 お隣の真鍋さんはどなたもいらっしゃらないようですがあなたお知り合いなんですかいきなりかみつくように女主は怒鳴ったいええ、実はそのすっかり面食らった彼氏がドギマギしながら道で広いものをそれも財布なんですが 見ると中に名刺が入ってたもんでお届けしようと思って来たんですけれど。と説明するのをさらに酔っかぶせて女主は「財布ですって人のものをひったくって自分の財布をなんて落とすものですかあの男が!」と嘲笑いながら「本当にあんな人ったらありゃしない。 いい加減なでたらめばかり並べてあのうちへ入り込んで、家賃はおろか、敷金だって一文も入れないでもう三月もいるんです。奉公人だって給金がもらえないのにいつくものですか。誰もいないんですってじゃあまた逃げ出したんでしょう。嘘つきどころか、語りですよ、あの人は。これも現在世相の一つか。 間にまんまと食わされて家賃の上がらぬ女大家はそのふんまんを真っ向から一息にまくしたでた「そうですかそれはどうも」すっかり面食らった彼が半ば口の中で言いながらこそこそと退却しようとすると「広いものならなぜ警察へ持っていかないんです」 女主は突っ放すように言ってピシャリ障子を締め切った外へ出た彼は暗い格子戸のところに立っていた彼女に力ない声で囁いた渋谷へ行ってみましょう三 <3 S 2> 柳町の電車通りまで引き返した時 男は長い沈黙を捨てた春日町に大黒という安い肉屋があるんですがね電車賃だけって約束だったでしょだってこれから渋谷まで行くんですからねもう7時過ぎでしょう。なんだか肉鍋のにおいがするようだ温かいご飯に、 ロースの大切れを乗せてパクッとやったらそそのかしちゃんいや残酷ですわ女は目をつぶって立ち止まった確か50銭で食えるんですあそこのお信仰がまた素敵ですよそんなことをおっしゃってはいけませんたら銀座の晩餐が大黒まで下がったんだから 思い切って牛鍋をやろうじゃありませんか飢餓に迫った者がそれくらいのことをするのは何にも山しかないと思うんだがなあ干からびた唇を男はなめたおなかができたらその次のまたその次の欲が出るわ女は泣きだしそうな声で言った僕を信じてくれませんかね 男の動きがちょっとかっとかた。この金を全部猫ばババに決め込むようになると言うんですね違いますわあなたを危ぶむよりか私自分が怖いんですしばらく双方が口をつぐんだ気になるのは男はまた元の調子に戻って「渋谷の荷造りって人も」 どうせろくな人間じゃなさそうだから今度は留守でないにしろスラスラと報酬がもらえるかってことですよそれがもらえないとするとこのすきっぱらをお互いがどうするかだねそこで前もって腹ごしらえをしておこうってんです腹さえできりゃ今晩会えなくてもまた話がこんがらがるにしても こっちがへたばらずに済みますからな。へたばったらそれも運命です。女は捨て鉢に行ってのけた。恐れ入ったなあ。じゃ、紅茶を1杯。いやです。どうも強いね。本当にへたばりますよ。途中で。女は首を振った。でも。 さっきよりは元気が出たようよ。りはがたうへえそいつは驚いたしかたがないこのまま渋谷だ2人はまた電車に乗った神保町で渋谷行きに乗り換えたが女は惨めな自分のなりを一目から避けるように運転台の後ろ隅で男の影に立っていた やカーブの多いこの線路は車体の動揺がひどく彼も彼女も電車がギーっときしるたびに胃の壁が迫ってきて引きつけるような苦痛を覚えた終点で降りて拡張工事が大型出来上がった道玄坂を右へ曲がると間もなく人通りの少ない住宅地へ出た冴えた月の光で女の顔が気味悪いまでに青白く見えた いや,っこいやきに女は薄着の肌を泡立たせにし男は3つ4つ続けてくしゃみをした涼しさを通り越しして、もう寒い。しかし女は黙り込んで一言も口は聞かなかった消灯はもうすす。ぐそこです新しい住宅地で大きな屋敷ばかり立ち並んでいますがねでも 敷金も家賃も払わずにあんな屋敷におさまっている男とつきあうような人間ならこの先生も眉唾のですよくたびれもうけってことにでもなったら助からんなあそう言ったきり男もあとは黙ってしまった奈番地の水り重行指定はすぐに知れたその辺りでもひときわ目だった まだ木の家も新しい大きな屋敷だったからである真鍋利平の借家と似たり寄ったりの住まいを頭に描いてきた2人はこの高層な邸宅のいかめしい鉄門の前へ近づいた時思わず顔と顔を見合わせて微笑を交わしたものだった「こんな屋敷なら謝礼のことなんか心配無用だ」2人は同じ思いで微笑んだのだ。 が、しかし男はたちまち不安を感じた「もし財布の落とし主がこのうちの主であってくれればいいが女大家の断定は反対にひったくるとも落とす気遣いのない真鍋だったら猿も木から落ちるものだテレンシだって財布を落とさないとは限るまい本当にもしさようだったら」 男は葬儀を固くして運命に助けを求める祈りを捧げた通用門を入って2人は砂利道を脇玄関の方へ進んだボタンを押す男の手がブルブルと震えたお寒いの女が聞いたあんただって震えてるくせにこんな身なりですもの寒いわ。 僕のは寒いからじゃなくて期待が強すぎるからの道具類だそいつが手足の先まで伝わってくるんですよ女が何か言おうとしていると足音がしてしょせいが出てきた雷唯を告げると「少々お待ちを」と言い残してしょせいは奥へ入っていった。 お年主がここのご主人なら閉めたものだがな男は女の耳元近く囁いた四。洋館の長い廊下を二人は案内された書生が扉を開くと二人は夢心地で。 眩しいような明るい部屋へおずおずと入っていったそこは屋敷のあるじ水栗氏の書斎だった生まれて初めてそんな豪奢な部屋に入った2人はぼう然と息の詰まるような気持ちだった気が付くと向こうのテーブルに特等無線ででっぷり太った老紳士がいた紳士は回転椅子から静かに立ち上がるとようこそ。 わしが水りです。と言って大きな縁なし眼鏡の下から澄んだ瞳でじっと若い男女を見たそしてまず女の方に傍らの椅子を勧めたおかけなさい。女はただ丁寧に会釈し,したお名前を聞かせてください水栗氏が男の方へ向いて にこやかにうながした。お、男は頭を下げて。素名多田一と申します。こちらは奥さんですか？いえ、そうじゃないんです。いささか不意をくらった形で彼は適当な返事ができなかった。とすぐ女がそれを引き取った。 私、梶川貞子と申します。すると、ご婚約の間柄ででもあるのですかい,いえ、ただ。今度は女の答えがどぎまぎした。ああ、そうですか。ちょっとしたお知り合いというだけで、いや、そんなことはどうでもいい。どうして、 染い君に梶川さんでしたねどうもありがとうさあおかけください水り氏は回転椅子へ腰を下ろした染井と貞子もおじぎをしながら席に着いたが染井はまだ紙入れをポケットから出さなかったことに気がついて慌てて椅子から立ち上がった豚皮の重い紙入れが テーブルの上に置かれた確かに水くり氏が大きくうなずいたしかし手に取ろうとも中を調べてみようともしない染井が椅子に戻ると水くり氏が聞いた公園でこれを見つけたのは染井君あなたでしたかい,いえ梶川さんです。 いいえ、染井さんです。<laughs> これは面白い。荷造り氏は2人の顔を半々に見比べた。見つけたのは事実梶川さんなのです。拾ったのは私ですけれど。染井が説明した。ですから、いわば2人で見つけて2人で拾ったようなものです。 なるほど。すると、やはり。水垂りしは、唇に心よい微笑を浮かべて、発見者は梶川さんですな。でも、私はちょっと声を出しただけで、その時も、う染井さんは、ヒロテイラったんですもの。いや、実は、お話ししないと、わかりませんが、私たちは、 今日の夕方初めて公園で出会ったんですそして芝生に落ちていたあなたの財布が口をきき合う動機になったわけで見つけたのも拾ったのもまあほとんど同時と言いたくなるくらいで染井は硬くなってかなりぎこちなく言ったお気持ちのいい話だ。 そういった結構な話を聞くのがわしは何より好きでなのろん、この財布が戻ってきたことに対してはあなた方に大いに感謝するしかしわしとしてはその感謝よりもあなた方を発見したことがはるかにうれしいのでなそう言いながら水り氏はヨダンスの引き出しを開いた。 見るとその中には型も色も全く同じ紙入れが十4 5も入っていたこの通りこのほかにもまだどこかをへめぐっているのがかなりあるはずだ打ち明けて言うとわしは紙入れを落とすのが一つの道楽でしてなつまりあちこち落として歩いて それが戻っっててくるるのを楽しみに待っているんです。落とした紙入れが無事に手元へ帰ってくるのは愉快なものでね何しろ現金の入った紙入れが落とした人間のところへ戻ってくるんだからわしにとってはこれほど愉快なうれしいことはないのですよ世の中はひどく悪くなったと言うけれど どうして潔白な人の多いには驚かされますよ。そういう時に人々の正直さがしみじみ感じられて、わしはまだまだ世の中は大丈夫だと思うて胸をなでおろすのです。もちろん戻ってこないものもあるにはあるが、そりゃとうに一つか二つくらいなもので、 人間はみんな正直ですよ水栗氏はすっかり越に行ったというふうでちょっと言葉を切ると白状の煙草をつまみ上げたしかしそれを聞く二人の瞳には噴劇の色がみなぎった貞子はこみ上げてくる興奮を抑えながら何か言おうとしたが染井の方が先に口を開いた「そりゃあちと」 ソメイの小姉はかなり熱を帯びて震えていた失礼ですがそんないたずらをなさるのはひどすぎますむしろ残酷ですえタたばこに火をつけたばかりの水り氏がきょどんとして目を見張ったそしてあっけに取られたような言葉つきでひどい 残酷ないたずらだと言うんですか。そうです。大変に良くないことだと思います。本当に残酷ですわ。貞子も低い声で加勢した。残酷。え大むがえしに水栗氏が言った。第一、 金に困っている人間はそのためにどんなに誘惑されるか知れません。ソメイは続けた。脅迫のどん底にうごめいている人間や、ガチ戦場をさまよっている貧乏人はつい釣り込まれて、悪いとは知りながらも、不正なことをしないとは限りません。おお<ー>。水栗氏は、 おもちゃの城が壊れた時の子供のような顔をした本当にそうですわ貞子はあっけに取られた主の顔を見つめて嘆くような調子で「そんなことはあるまい」とおっしゃるかもしれませんけれどそれは困っているものの境外をご存じないからでございますわその日その日の糧に苦労するものはつい誘惑に任されてしまいます。 現に今日もすんでのことに言いさした言葉低くてよくは聞き取れなかったしかし水り氏にとってはこうした講義はまるで思惑のほかだった特等無線の主人公は少なからず心の動揺を覚えたらしい染井が貞子に変わった そういういご懸念なんか少しもなくておやりになったことでしょうがしかしそこまで言って彼は不意に言葉を切ったそれは彼らがひもじい腹を抱えてここまでやってきた目的を忘れかけていたのにふと気がついたからだったとにかく彼は慌てて話題を変えるつもりで世間には正直な人も多いことですから それをご発見になられたら無論愉快でしょうでも貞子は染井が自分の方に意味ある視線を送っていることには気が付かなかった貧乏者はそんな場合を正直に押し通すには随分骨が折れますわだから危険な慰みだと忠告なさるわけか。 なるほど。水栗氏は静かにうなずいたこれまでわしにそうした忠告をしてくれたものは一人もないのですいやありがとうあなた方は率直で正直だ傾聴すべき苦言として受け入れましょう 水栗氏はたもとから判決を取り出すと額を拭いながらつけ出したしかしわしは自分のやったことが悪事だったとは思わない決して後悔はせんというのがわしがこの道楽を始めたのは面白い一つの動機があってのことなんだねまあ聞いてくれたまえ 水り氏はそう言ってタバコの吸い殻をもみ消しながら「わしがまだ30前後のことです。ちょうど今日のあなた方のようにわしも紙入れを拾ったものだ。やはり名刺が入っていたのでその人のところへ届けて大層手厚い礼を言われた。若干の報酬ももらった。 その人は風変わりだ。まあ変人といわれる種類の人物だったと思うがその後は一度も会う機会がなくてただ年賀状のやりとりだけをしておったところが56年前にその人が死んだ時わしに遺産の一部分を分けてくれたのだ。 全く思いもかけぬ金が懐へ転げ込んできたわけでわしの事業はその資本のおかげでめきめき大きくなってとうとう今の水くり商事会社にまで発展ができたわしは子供がないしそれに元来かたくななたちでこれという趣味も趣向もないもので ふと思いついたのがこの楽しみで、つまり、紙入れを落として歩くことが、わしのたった一つの道楽になってしまったのだ。それも、はじめのうちはわずかな金しか入れなかったが、だんだんと100、百、二百と、額を増してきたので、そのために失った金額も、 計算すりゃ相当なもんでしょう。拾った人が黙って懐へ入れてしまえばそれだけは完全な損失になるからね。要するに費用もかかるが他の道楽とは違って正直な人間に接触ができる。立派な人格の人と会うという点ではどんな慰みよりも混ざっている。 そうわしは信じているのだ水栗氏はちょっと息をついでしかしあなた方の意見とういうか話を聞いてわしも少し考えさせられてきたなるほど正直な人にも会えるが一方では不正な人間も作っている。 少なくとも人の心を誘惑することは確かじゃ水り氏はテーブルの上の紙入れを取り上げて2人の顔を当分に見えた幾分後悔をするような薄笑いが唇の辺りをかすめて消えた「このうちの金を差し上げる」などと言ったら。 かえってあなたたちの気持ちを損なうことになりましょうなあ。何事かしばらく考えていた。荷造り氏はそう言って紙入れをポンと引き出しへ投げ入れると、そのままぐっとハンドルを押した。しまった。ソメイは心の中で叫んだ。そうして急いで貞子の方を見た。 彼女は肘掛け椅子に持たれてじっと目を閉じていた水り氏の今言ったことが聞こえなかったかしら水りさん染井は枯れた声で言った何ですかどうか中身を中身のお金を改めていただきたいんですこちらへ伺う電車賃をその中から 出しましたのでそりゃあ当然ですよ帰りの車代も差し上げたいが何しろわしの主位がお気に入らんとあっては遠慮する方が良さそうだと思うので実はそのソメイは賢明な努力で言ったたとえ電車賃でも 中のお金に手をつけたのは甚ははだ心苦しかったのですが何分2人とも買中一銭もないという始末でお恥ずかしい話ですが僕も梶川さんもただ今が休泊の絶頂でして歩く元気もないようなわけでつい電車賃を拝借するようなことになったのです。 お二人とも海中に一銭もないですって水り氏はほとんど眼鏡いっぱいに目を見張ったそんなにお困りなのかねそう聞いた主人の声は明らかに深い感動を帯びていた染井はうなだれるように頭を下げた二人とも一文も収入の道がないのです いかにも力のないか細い返事だった「美しい」という一語のほかの形容詞は当てはまらぬような色が水りしの顔に現れた「それならなんとかお力になろうじゃありませんか」ソメには急に部屋中の重機や道具がダンスをはじめでもしたように感じられた。 だが彼は無理にでも落ち着こうと努めながら貞子の方へ目をやった椅子の中で彼女はやはり目を閉じたまま変に静まっていたおお、ひどく顔色が悪いが水栗氏が気遣わしげに彼女の顔を覗き込んだ梶川さんは昨日からろく,ろく何も食べていないそうです染犬は 自分もにわかにぐったりしたような気持ちで言ったそれであんなによわっているんですわたしたちは本当に飢えているんですおきのうから何も食わないんだってそりゃあちっとも気がつかなかったどれどれそれはたいへんだ 水栗氏は興奮の面持ちで立ち上がった目には熱い涙があった五。水栗氏は眼鏡の曇りをぬぐってベルを押したしかし待ちきれぬというふうで扉を開けて出て行こうとして振り返った「少しお待ちください」 二人きりになるとソメインは貞子のそばへ行ったしっかりいなさい大変都合よく行きそうですから大丈夫よ女はかすかに答えた気は確かですみんな聞いていたの目はつぶっててもねえ貞子さんひもじいと頭がどうかなるのかしら 僕、なんだかおかしな気持ちになってきた貞子は男を下からじっと見上げたおかしな気持ちってどんなあなたの手が欲しくなったずいぶんご迷惑でしたわねこんばんは迷惑だなんて。 そんな他人行儀はもう僕にはできないんです本当にひもじいせいかしらあたしもなんだか細い女の手を染井は力強くしっかりと握りながら何もかもあなたのおかげでしたよ好きっ腹をあくまで我慢してこぎつけたからこそあんなに喜んでもらえたんです今晩の僕には、 本当にあなたが必要だった。がだっいや明日もあさってもずっといつまでもいつまでも必要でしょう染井はかがんでその顔を貞子の方へ近づけたほんの2秒か3秒早く戻ってきたら水栗氏は戸口で足を止めなければならなかっただろうが死は ただ肘付き椅子のそばに立っているだけのソメイを見ていった。軽くて栄養のある食べ物を今したくしていますから、次期できるでしょう。それから椅子へ帰るとタバコボンの蓋を取った。いかがです、一本。はあ、いただきます。ソメインはテーブルへ戻って腰を下ろした。 まっすぐにこちらへ伺えばよかったんですが、紙入れに名刺が二枚入っていましたもので、本号まで無出しを使って、余計梶川さんを弱らせてしまったんです。二枚。水栗氏は驚いたように怪訝な顔をしながら。それはおかしいな。なんという名刺でした。それに入っていますが。 真鍋李平といとう。ああ、そうでしたか真鍋からもらった名刺をうっかり間違えて入れたんだそれはそれはところがその真鍋という人のうちは誰もいませんでしたが家主からずいぶんこっぴどく言われていましたよ家主から 水栗氏は染井が何気なく言った言葉を聞きとがめた「敷金も家賃も一切払わないんだそうであの真鍋が今度は水栗氏が明らかに驚いたそして急に熱心な面持ちで西片町での話をうなずきうなずき聞いていたが染井が四十の話をして聞かすと いやありがとうと真面目に心からの礼を述べた軽くて需要分に富む水くり亭の晩餐がどんなに2人を喜ばせたかは読者諸君の想像に任せよう食事が済むと貞子も談笑の仲間入りをしたそのうちにだいぶ夜も更けたので2人は呼んでもらったタクシーで送り届けてもらうことになった では明日の10時に会社で会いましょう丸の内中通りです三菱のマウロだからすぐわかる水栗氏は機嫌のいい声で言った今夜はおかげで本当に愉快だったそうして2人の手に1つずつ財布を握らせて もしこれをこうして押し付けられたことがどこまでも不愉快だったら今後のあなたたちの月給のうちからなし崩しにしたらいい。しかしそんなことをしてもらうとわしは非常に不本意だ。というのは今晩あなた方のおかげでわしも大きな拾い物をしたからです。実は あの真鍋李平に相当まとまった資金を融通する話が出ていたのですじゃあ明日タクシーが走り出すまるでおとぎ話だ男が言った公園のベンチで夢を見ていたなんて言うんじゃ嫌ね女は膝の上で 男の手をいじっている。